先生、お願いします。猫ちゃんを元気にして。猫ちゃんの元気がなかった原因は、あら、怪我しちゃってるね。まずは消毒するよ。うさぎちゃん、いい子だから生まれないで。まだ怪我してるんだからね。よし。あ、落ち着いた。いい子だからね。じゃあ包帯巻くよ。おとなしくしててね。すぐ終わるよ。もう痛くないからね。よし、できた。これでもう心配ないよ。もう怪我しちゃダメだからね。よし。次の患者さんどうぞ。はい、お願いします。今日はどうしたんですか？うちの猫ちゃんなんですけど。猫ちゃん見せてください。はい。猫ちゃんおいで。あら、かわいい猫ちゃんですね。はい。この猫ちゃんがどうしたんですか？実は最近全然元気がないんです。それは大変ですね。ちょっと見てみましょう。まずはもしもししますね。どこも変なところはないな。目は大丈夫かな？足は大丈夫かな？口の中はどうだろう。異常なし。よいしょっと。じゃあもっと詳しく見てみましょう。はい。よし。じゃあまずは体温計で熱を測ります。じゃあちょっといいですか？低熱ですね。次はスコープでいろんなところを見てみますね。身の中に虫が入ってたりしないかな。もしかしたらノミがいるのかもしれないな。いないな。どこにも怪我もしてないしな。困ったな。先生、お願いします。猫ちゃんを元気にして。わかった。え、本当ですか？じゃあちょっと抱いててください。はい。ちょっと待っててくださいね。はい。何の病気になったんだろう。これです。わー、え、猫のおもちゃ？はい、そうです。猫ちゃんの元気がなかった原因は、遊びが足りてないからです。じゃあ先生、どうしたらいいんですか？それは、このおもちゃでたくさん遊ぶことです。え、それだけでいいの？わかりました。いっぱい遊びます。じゃあ遊びますよ。ほら、虫さんだぞ。あ、本当だ、元気になった。よかった。ダメだよ、これはここに置かれちゃう。先生、ありがとうございます。おかげでとっても元気になりました。どういたしまして。はい。元気になってよかったですね。
このおもちゃを差し上げます。ありがとうございます。これでいっぱい遊んでくださいね。はい、先生ありがとうございました。こちらこそどういたしまして。お大事に。バイバイ。あー本当に元気になってよかった。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。次の動画も見てね。